皆さんこんにちは、ベラスアクアの川上です。今回はですね、ベラスアクアの VA75 シリーズっていうこちらですね、VA75 シリーズっていう RO 浄水器があるんですけれども、こちらの浄水能力の高さを、見てみたいという実験をしたいと思います。で、どういう実験かっていうと、池の水、これ結構濁ってるんですけど、この池の水を、RO 浄水器ベラスアクアの VA75 シリーズに通してどれだけ綺麗にできるのか、濁った水、匂いのある水、数値の高い水っていうのをいかに RO 浄水器の RO 水に近づけられるかっていうのを、実証実験していきたいと思います。基本はね、家庭のキッチンシンク下に置いて使う浄水器なんですけど、まあ、基本井戸水とかでもかなり有効的に使えるので、そういった能力の高さをですね、結構分かりやすく結果が出ると思うので、こちらを実験して見てみたいと思います。基本的に災害用で、浄水器を用意しているわけではないので、まあ、あくまで、この VA75 シリーズ RO 浄水器ですね、ベラスアクアのこちらの能力の高さを、皆さんに見てもらいたいと思って、今回の動画を撮影させていただきたいと思います。実際に浄水した RO 水ですね、飲んでみて、美味しさとか味とか色とかそういうのを全部確かめて、見てみたいと思います。今日ね、普段使ってる、うちで使って、僕の家で使ってる RO 浄水器をそのまま持ってきて、使ってるんですけど、基本は水道水 100ppm ぐらいなんですよ。で、数値が高ければ悪くて、低ければ純水に近づいていくってものなんですけど、まあ、こちらの、数値測って、まあ、どれくらいかっていうのを見て、95% 以上除去できていたら、飲もうかなと思います。10以下かな、10以下で、基本的には純水の値って言われてるんですけど、まあ、そこをちょっと超えちゃったら僕もちょっと心配なんで飲まないんですけど、まあ、ただそんなに極端に高いとは思わないんで、極端でも本当 500ppm とか 1000ppm とかそんなに汚染されてるわけじゃないと思うんですよ。ここ、お魚とかもまだいるし、さっきも亀見えたので生き物が生息してるんですね。だからそこら辺は安心して大丈夫かなと思うんで、実際に浄水してちゃんと測ってで OK だったら飲みたいなと思います。はい、じゃあその能力の高さの実験を今からやっていきたいと思います。はい、まずは、このお水ですね、ここの池の水を、コップに入れてちょっと水の色とか匂いとかそういうのをちょっと見ていきたいと思います。よいしょよいしょ、こんな感じかな。結構、まあ、濁ってますね。緑色っていう感じです。匂いは、匂いはそんなでもないですね。こんな感じの水ですね。じゃあこれはこのまま取っておいて、浄水をして、どれだけ湿度に、数値を下げられるのか見てみたいと思います。まずはこちらのチューブを水の中に入れて水を取っていきたいと思います。で、今入れたチューブの先端を浄水器のイン側に入れます。こんな感じですね。見えますかね、あそこにあります。で、6年前は手動ポンプで水を取って流してたんですけど、今ね、もうその手動ポンプセットって販売をしていないので、このポータブル電源を使います。で、これ AC 出力が可能なやつですね。この普通のコンセントが刺さるやつ、でこちらを使って電動で水を作っていきたいと思います。で、排水は、ここからまた湖の方に戻します。あ、池の方に戻します。で、これですね、ここから純水が出てくる感じです。それではスイッチを入れていきたいと思います。見えますかね。感じですね。で、ちょっと一回水通しって感じで何回か捨てますね。ちょっと内部に水も残っちゃってるので、
自宅から持ってきたやつなの で、要はちゃんと池の水のところから取水してる息まで来たら測ってみようと思います。ちょっと受け止めますね。よいしょ、ちょっと2回ぐらいちょっとやりますね。さっきの濁った水から考えるとかなり綺麗ですよね、よし、いい感じですね、もう一回してますね。じゃあもう一回スイッチ入れてきます。こんな感じですね、色に関してはもう完璧に透明になってますね、いい感じです。さっきの180いくつだったのがどれぐらい数値を下げられるかっていうのですね。はい、じゃあこれ止めます。じゃあこれをそのまま持ってきました。どうですかね、色からするとだいぶ綺麗になってる感じですよね。こっちが元の水、こっちが浄水した水ですね。はい、見た感じ匂いもないですね。じゃこれの数値をちょっと測っていきましょう。はい、浄水し終わりました。こんな感じですね。ちょっと見えますかね、こっちがそのまま池の水で、こちらが、浄水した RO 水ですね。でこちらの数値をちょっと測ってみたいと思います。よいしょ、したら、こちらの TDS メーターで純水の方から先測りますね。これでちょっと見づらいんですけど、よいしょ、ちょっとすいませんね、こんな感じかな。今 7.12、7.2 って感じですね。もう一回今度はこっち池の水ですね。よいしょ、199ですかね、見えますかね、199、ちょっと見えないか、199だから今199を 7.1 まで落とすことができたって感じですね。でちょっと味見飲んでみますね。飲み慣れてる RO 水です。美味しいです。 RO 浄水器はやっぱりこんだけ濁ってて数値が高くてもこんだけ純水、10以下が純水って言われるんですけど、その10以下の純水 RO 水まで、落としてきれいにすることができる、能力があるっていう感じですね。今回池の水でしたけど、池の水ってどうしてもこうよどんでるので、多分川とかの方がもっと浄水しやすいのかなとは思います。でもっと透明度があって、で特に地方とかね、あの綺麗な川とかだったらこっちの原水の川の水ももっと綺麗なはずなので、もっともっとこっちも多分綺麗に安全に飲めるかなと思います。まあ、ただ、まあ、災害用じゃないんで、あくまで家庭用の、まあ、能力の高さを今、証明させていただいたっていう感じですね。まあ、災害時、まあ、どう使うかっていうのは、また改めて、ご紹介させていただければと思います。この逆浸透膜浄水器なんですけど、0.0001 ミクロンの特殊な膜で、浄水するんですけど、普通のフィルターと違って浄水できない、要するに膜を通過できないものは排水として外部に流れていくんですね。なのでまた汚い水を浄水してもそのすぐに詰まるってことないですね。
要するに通過できないのは全部外部に排出されていくので、だからそこが継続して安定して、浄水できるゆえんなんですね。まあちょっとこれ極端ですけど、その井戸水とか家庭に引いてて飲めなくなってしまうってよくあるんですよ。要は飲料不適って検査結果も、見るとそうなってしまった時に、水道水引けない地域はもう浄水器入れるしかないんですね。しっかりね、浄水が安定してできるので、もしねそういう井戸水でお困りの、方とかいれば、この逆浸透膜浄水器、まあ、もしくは RO 浄水器って言うんですけど、まあ、これがかなり有効になってくると思います。基本的にはシンク下に、浄水器本体と、貯水タンクっていうのをつけて、で専用の蛇口を取り付けて使うっていうものなんですけど、これ今 VA75 シリーズっていうので、実験したんですけど、 VA コンパクトシリーズっていうのも同じ能力があるので、今回の結果はイコールになると思っていただいて大丈夫です。はい、基本的には毎年ただフィルター交換をして定期的にメンテナンスとかをすれば、さっきのこの例えば、まあ、今回199.7にしたんですけど、その7っていうのをそんなにブレることなく継続することができるんですね。これが RO 浄水器の強みになります。で一応今回使う浄水器がちょっとうちで使ってた浄水器なんですけど、 VA75 シリーズ、ただちょっと旧型なんですよね。1個前の型になるんで、前面のデザインとかスイッチのデザインとかちょっと違うんですけど、まあ、基本能力は同じなので、同じと思って見ていただいて大丈夫です。その災害時の使い方っていうのは、ちょっと1個部品が必要だったり、工夫が必要なので、まあそういう時のための動画っていうのを今後撮っていきたいなと思ってます。でまた、今回池の水とかやりましたけど、まあ、いろんな地域いろんな水源で同じように実験して、その能力の高さっていうのを今後いろいろお伝えしていきたいなと思っています。この度はご視聴ありがとうございました。